もう何ですか、がっつりこってり濃い味のね、これ料理が大好きって、もうそんなお店が近くにはないですよっつってね、言うか、そもそも行くのがめんどくさいみたいなね、できることなら永遠に自宅からね、こう噛みましたけど続けていきますよ、自宅から出たくないみたいな、ね、そんなあなたにね、激しくお勧めしたい調味料がございます。今年のですね、8月に SB 食品さんより発売されるや否やですね、これ瞬く間に SNS やヤフーニュースで話題になった伝説の調味料がございます。その名も、やみつきニンニク背脂。これをですね、このあらゆる料理にかけるだけで、普段死んだような、何ですか、目をしながら、このなんとなくこう胃袋に詰め込んでおられててであろうこの料理がですね、こうものすごくですね、こう頭剥げ上がりまくりなぐらいうまくなるっていうんですからね、これ使ってみない手はございませんよっつってね、いうわけでまずはね、チャーハンを作っていきましょう、ね。いきなり何ですかってね、料理させるんですかってね、めんどくさいですね。そう思った方はもちろん市販の冷凍食品チャーハンでもゴリゴリにうまくなるのでご安心をいただければと思っております。でもまあね、せっかくなんでね、こうパラパラかつしっとりかつお店みたいに香ばしくて美味しいチャーハンの作り方のコツもぶっこんでいくスタイルで調理の方を頑張っていきたい。まーいまーいのまーい、てくれって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 ん、つってくれって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 ん、つってくれって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 つったとんてとんてとんてつとてつととんてつとてつととんて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 んらしたとととんらし、まーいまーいのまーい。実食いただきます。このね、マヨネーズいいね、めっちゃうまい。
気にうまいぞマジで。107点出ましたね。お酒にも完璧に合うぜ。いただきまーす。優勝です。なんかね、結構売り切れてるらしいんですよ。私はドンキホーテで見つけたんで買ったんですけども、2021年今年の8月9日だったかなに出たばっかりみたいで、すごい人気があるようですよ。見つけたらぜひ。これね、ほんとうまいですね。でしかもチャーハンとの相性素晴らしいね。これうまいわ。いただきまーす。極上。
で、実はもうこれ2瓶目で、まあ、チャーハンとかその魅惑のマヨネーズ以外にいつも私がやるのはこちらですね。これめっちゃうまいですから、あのいろんなねカップ麺で試したんですけども、私の好み一番おいしいなと思ったのはわかめラーメンで、あのねキリッとした醤油の味にこのねガツンとくるこのニンニクと動物系のうまみっていうんですか、それがねファイヤーマッチングでね、ちょっとファイヤーはちょっとよくありませんけども、ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。